カによる福音書5章ですね、一節ずつ見て、いきます。イエス様が、ヨルダン川でバプテスマを受けられてからですね、聖霊に満たされて、そして神の国の福音を述べ伝えた、この宣言し始めたところから見てきました。で、5章はその続きであります。で、前回の学びでイエス様がご自身の出身であるナザレのそこにある街道ですね、ユダヤ教の街道シナゴーグでイザヤ書を渡されて読まれたところがね、囚われ人には解放をっていうんでたんですね。で、解放をっていうのを他の訳だと赦免って書いてありまして、で、何をもって良い知らせなのかって言いますと、私たちが解き放たれる、この縛られている、まあ、それは主に罪なんですけども、その罪から起因するいろんなものですね、で、いろんなもの、その、まあ、罪ですね、それから許されて、もうその負い目をですね、その借金のようにこの持っているもの、負債をですね、全部イエス様が受け止めてですね、そして解き放つっていうですね、これが必要になります。どうですか皆さん、解き放たれる必要ありますよね、借金してる人は、亡くなったら最高じゃないですか、特赦なんてね、あとなんだ、帳消しみんな笑ってますけど、実は、この英語だとね、この許すっていう言葉が帳消し、許すっていう言葉を日本、混ぜて逆だ、日本語で帳消しって訳されてるんですよ、うん、ですね、今まで持っているものをこのやり直すことができる、解き放ってくれる、ゆえにこの恵みと感動のゆえに新たに神様イエス様に従っていきたい、でこれが神の国の中身になります。それが神の国の良い知らせなんですね。で、5章で、この流れが続いていきます。まずはですね、イエス様ご自身についていく、まあ、弟子ですね、をこのイエス様が召されていく、呼んでいくっていうことです。基本ですね、呼ばれるっていうことは全ての人にありますですね。クリスチャンになってない人はこのイエス様を受け入れ信じるというのも、呼ばれたことに対してこのイエス様からあなた、はい、ここのドアを開いて叩いてくださってですね、開いてごらんって言ってこう招いて呼んでおられる、それに応答するんですね。で、すでにクリスチャンになった人も神に仕えていく、神に捧げていくですね、で、そういうことにおいて呼ばれるからこそ、召しておられるからこそ、イエス様がだからこそイエス様に仕えて応答としていくことができるわけなんです。で、そこを見ていきます。1節から3節をまずお読みします。さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められたとあります。今、この群衆がドドドドドって来てるんですよ。で、目的は何ですか？何て書いてますか？何をするためにイエス様のところに押し迫っているでしょうか？神の言葉を聞くためになんです。この印や奇跡とかですね、この病気を治すとか悪霊を追い出すとかっていうことではなくて、ここで神の言葉を聞くためにっていうことなんです。で、今までも彼らはこの立法学者とかそういう人たちから神の言葉、立法をですね、聞いてはいたんですけれども、イエス様の場合何が違ったでしょうか？前回の学びですよ、何が違ったでしょうか？イエス様の場合はそのラビと言われているユダヤ教の教師と、そのイエス様もその一人ですけれども、何が違ったでしょうか？権威と力ですね。このイエス様を教えておられるときに、悪霊に疲れた人がこうわーっと出てきたわけなんですね。それで出てけとイエス様が言われたら出てったんです。
それでびっくり仰天して、こんなことを聞いたことも見たこともないと。この言葉には何でこんな権威と力があるのかということで、イエス様のところに来ている人たちは神の言葉を聞こうと思ってやってきたと。だから私たちがこのようにして神の言葉を見てってるというのは、知識でなんか整理して、はい分かりました、良いお話でしたではなくて、この悪霊でさえ従う、でこれからも今からペテロがどういう神の言葉を、ね、こう聞いたのに従ったら何が起こったかっていうのをね、もう朝に話しましたけれども、それ見たら自分が変えられていくわけですね。周りが変わっていくわけですね。ある時にはもう国までも変わるわけですけれども、その神の言葉を聞きに来たわけです。そしてそれを聞いた者たちの間に広がるのが神の国なんだということです。で場所はですね、ゲネサレ湖の岸辺です。ゲネサレ湖の岸辺、ガリラヤ湖なんですけれども、この、まあ、毎回話してますけどね、聖書地図をね、そのイエス様の宣教しておられた時のそのページをね開くといいんですね。これ癖にするといいですね。あ、もう開いてくれてる人もいますけれども、あるいはこの新改訳の聖書ですと後ろに入って、この後ろを見ると載ってますね。ローマ帝国支配下のパレスチナって書いてますね。でそれを見れば、ですね、このガリラヤ湖っていうのがあって、でゲネサレともすでにこう出てますね。北東部分になります。カペナウムよりももうちょっと西の平地になっています。平野ですね。ゲネサレ平野で、今でもイスラエルに行きますと、このキブツというですね、この彼らがユダヤ人の人たちが、この入植を始めていった時ですね、もう18世紀19世紀19世紀かなの時に、あのキブツという集団農業ですね、これを行っていろんなものがそこで育てられて、この農産物があるわけですけども、まあ、そういうきれいなところになってますが、でそこに そこら辺のこの湖ということでゲネサレ湖という名前がついています。そしてペテ、ここですね、シモンの船に乗ったとありますけど、シモンというのはペテロのヘブル語の名前、ユダヤ人としての名前、元々の名前はシモンなんですね。で、後で分かりますけれども、あの2層あるうちのもう1層の方は、ゼベダイの子である、ヤコブと、まあ、ヨハネであったんです。で今すべて夜通しね、この漁をした後で、この戻ってきて、まあ、1匹も取れなかったんですけれども、戻ってきて、そしてもういろいろ付着するじゃないですか。それを洗って、もう終わりにしようと思っていたんですが、イエス様のところに群衆が押し寄せてくるものだから、例えばここに100人ぐらいいてさ、あのこうなんていうのかな、ドドドドって僕の方にこう近づいてきたら、ちょっと僕も怖くなってねどうしようかなって思っちゃうと思うんですけども、まあそういう感じだったと思うんですよね。でそれで、このみんなに話すことができるように、この船に乗って、でその船から座って、もう覚えましたよね、あの教える人が座るんですよ、ね、当時はね座って教え始められたわけなんです。でイエス様がこれから行われることは、ペテロ個人に対するこの権威と力の表れです。このイエス様の言葉なんですね。話が終わるとシモンに言われた、深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが言った、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。読むととっても簡単に読めます、当たり前ですけど、でもおそらくは、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので
網を下ろしてみましょう。こんな感じです。おそらくは。まず、徒労に終わるし、でもまあ先生だからね、僕の師匠だから、とりあえず半信半疑でその通りしたんですよね。でもこの決断をが祝福されたじゃないですか。で、私たちはとかくですね、自分の気持ちを大事にしすぎることがあるんです。で、信じるっていう言葉を使うときに、もう信じてます、おーすっごい、おーとかってやってないと、自分はなんかちゃんとしてないクリスチャンじゃないかなと思っちゃうんですよ。やりゃいいんですよ、イエス様に言われたこと、どんな気持ちだろうが、ね、気持ちを大事にしすぎるんです、ね、神はそういうことよりも半信半疑だったとしてもお言葉ですから、その言われたことをやってみますという一歩ですね。これを豊かに祝福されるんですよ。励まされました？うなずいてくださってます言い方何人か言いましたね、ありがとうございます。励まされてください、ね、そして その通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるように合図した。彼らがやってきて魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。イエス様のユーモアを見ます。ペテロに対してイエス様は、彼の得意分野、仕事の中でご自分の偉大な力をお見せになったんですね。網を下ろしてみなさいっていうこの言葉にどれだけの力があるかっていうことをお見せになったんです。沈みそうになるぐらいの魚だったんです。で、しかもね、2艘で沈みそうになる、もうイエス様ちょっと、もう明確に策略じゃないけど、もうヨハネとヤコブを巻き込むことも想定してそのくらいの量にされたんだと思うんですよね。この2人が後でもイエス様に従いますけれども、この2人も含めてですね、このそれだけのいい塩梅の量にされたんだと思うんですよ。もう完全に沈んじゃうぐらいたくさん集めることも可能だったと思うんですけれども、それはされなかった。で、このような形で、このイエス様に従うことができるように導いた、呼ばれたわけなんです。どうでしょうね、まあ、午前中もお話ししましたけれども、一人だけでイエス様を信じました、いやそうではなくて、いや実は私の妻が信じて、それからちょっとしたら私が信じたとかですね、いるんじゃないですか、そういう自分の近くにいる人が信仰を持って続けて私が信じましたっていうですね、一人じゃない場合も結構あるんですよね。で、聖書を見るとコルネリオっていうところは家族全員で信じた。で、以前私はこういうところ箇所を見ると疑ったんですね。ああ全員が信じたって言っても、まあなんかね、家の大黒柱が信じたから、まあ、自分もとりあえず信じとくかっていうふうには思ったんですよ。だけど世界の、各地を見るとですね、本当にそれで本気で信じてるんですね、一人一人が、集団回収って言うんですけど、よくね、本気で全員信じているっていう、本当に不思議な、やっぱ私たち個人主義に侵されてるかもしれないんですけども、まあ、いずれにしてもそのようにイエス様が巻き込んで、いい塩梅のこの量の魚を取らせたわけなんです。そしてこれを見たシモン・ペテロはイエスの足元に
ひれ伏していったこの足元にひれ伏すっていうのは、日本人でも分かると思いますね。もう本当に王として主として、もう全部自分のも自分の人生もう降参で、降参っていう言葉が一番いいですね。降参してます。で主よって言ってるんです。もう人生の主は私ではありません。人生の漕ぎ手は私ではありません。あなたです。そして私から離れてください。私は罪深い人間ですから。これは午前中にお話しました。で彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。驚いたって書いてますね。この信仰生活って驚きです。驚きを連続していくものです。でこの驚きを妨げる、要素っていうのを後で勉強します。まあ、古い革袋なんですけれども、で、これシモンの仲間のゼベダイの子やヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。あ、8節のところでね、シモン、なんて書いてますか、名前。ペテロですね。シモン・ペテロって言ってます。ここがルカは意図的に書いて、他のところは全部シモンなんですね。これで当時はシモンとしか言われてないんです。でも興味深いことに、神がですね、途中で新しい段階の関係にその人を導き入れるときに新しい名をつけるんですね。例えばヤコブが、この見つかり神の使いと格闘したときにイスラエルとつけるって言って、アブラハムに対しても、私は最初はアブラムだったところ、アブラハム、ハムですね、アブラハムとつけると。ということで、ペテロの場合はずっと後で、ピリポカイサリアのところに行ったときにペテロがあなたは神の子キリストですと、でこのように告白をしたので、私はあなたをペテロと呼ぶと、このように新しく名をつけたんです。でその名前の意味は石です。でこのペトラの上に教会を、私の教会を建てるって、このペトラって実際は言ってるんですね。ペテロとペトラは若干違ってっていうか大きく違って、ペテロはそこら辺の石です。ポンって出てるんです。蹴ることのできるような小石も含まれます。でもペトラというのはピリポカイザリア行くと分かるんですけども、ヘルモン山の麓にあるんですね。崖です、崖。そのペトラの上に行ってくれたんです。教会を私は建てますと。だからペテロはなんで教会の指導者になったかというとですね、いかに自分が小さな存在だったかということを知っていたからだ。今もここでそうでしょ。夜通し働いて一匹も取れなかったプロの漁師がですよ。プロの漁師が夜通し働いて一匹も取れなかったんです。でこれを言ったら、例えばもうコンピューターのね、このなんだろう、修理工ですね、このもうすごく評判のいい人が全然治らなかったとか、あとはもう世界的な権威の名医がね、この簡単にできそうな手術が失敗してしまったとかですね、そんくらいの衝撃でしょ。でその時に大量なんですよ。つまりこの神の国の中にお仕えしている小さきしもべなんです。神の国の中に入るっていうのは小さきものになるっていうことです。私はまだちゃんとできてないからダメなんですって言ってるのは、まだ本当の意味で本当にできてないことを知ってないです午前中にプライドの話をしてね、本当に本当に私はもうダメな人間です、ダメな人間ですってね、これ言ってる時ってね、まだプライドあるんです聖書の定義ではね、その日本語の定義ではそれはプライドがないとか言うけれども、謙虚という言葉を使うけれども、聖書の定義では、以前こう言ってね、ちょっとびっくりした人がいたんですよ。自殺したい人はまだ自分に死んでいませんって言ったことあるんですよ、私自殺した人は死ん、まだプライ、自分を生かすために死んだんですよ本当にめちゃくちゃになったら、このペテロのようにもうひれ伏すしかないですね。もうそしてイエス様の恵み、神の恵みに圧倒されて恐れかしこむしかできないです。そして救いの喜びが与えられます。
これが誠のへりくだりです。そしてその神の国の中で仕えていく、その名前がペテロだったわけなんです。イエス様が恐れることはない、今から後あなたは人を取るようになると。イエス様の素晴らしさは過去をもう見ないということなんです。今から後と言いました。嬉しいですね。どうですか、過去にどれだけ私たちが引きずられているでしょうか。今から後なんです。クリスチャンじゃない人はそうですけれども、クリスチャンであったとしてもですよ、過去がこうだったから今の私もこうなんだ。でもその人に対してはイエス様は今から後と言われます。過去がどんであろうとも、私はあなたをこういうふうに立てたのだ、私はあなたをクリスチャンにしたのだ、私はあなたを私に従うものにするのだ、イエス様が決めるんですよ。分かりやすく話すと、私がね、アメリカに行って聖書の勉強をしに行くために行ったんですけれども、アメリカですから、ね、全部英語ですよ。でもう本当にできなくて悩んでいて、で聴講者の証拠っていうのだから、まだ入学する前に行ったんですよね。で英語が分からなくても一生懸命、でもアメリカの学生って質問するんですよ。先生が教えられないぐらいするんですよね。黙っとけって思うぐらいするんですよ。で俺もしなきゃなって思ってしたんですね。そしたら先生は私のその質問が分からなかったんです。情けなかった。で半年経ちました。半年かな、2年目かな、1年経ったの間違った、だから入学してその1年です。で最初の発表で僕が最初に発表しなきゃいけないんです。今でも見て、終わりの時の、で今のイスラエルが終わりの日においてのこの聖書言でどういう、意味合いを持つかっていうのを発表しなさいって言われたんですよ。これ英語でするんです、英語で。できないです、できないです。そしたらね、いつもニコニコしてる先生がちょっと怒ったっぽい顔したんですよ。これまさに日本人のいわゆる遠慮ですね。これ英語で偽りの謙虚さって書きます。フォースプリミティって言うんです。もう何やってんだって、できてるじゃん。で霊的にもこれが同じことが起こります。もうね、立てられたら、イエス様に呼ばれたら、もうできてるんですよ。できてるんです。できた、できてるんです。でそして言わないんですよ、あ、じゃあ俺できてるの、すげえじゃん、じゃなくて恵みによってできてるんです。自分の力じゃないんですよ。そして彼らは船を陸につけると全てを捨ててイエスに従った。これまでも付き合ってたんです。ペテロは自分の姑さん、義理のお母さんですね、熱病を癒してもらうとか、そして弟子としては入ってたんですけど、パートタイムみたいな感じだったんですが、ここで主であることが分かって、自分の人生の主であるということが分かって、何もかもが捨ててって、ここの捨てるっていう言葉と従ったっていう言葉は、これね、ギリシャ語をね、この勉強させられるんですね、進学校行くと。で理由、なんでそんなことやらなきゃいけないのかなってみんな嘆くんですね。イエス様のことを伝えたいと思ってやったのに、こんな外国をやんなきゃいけないんですかって言ってね、みんな涙流しながら結構進学生でやるんですよ。で私も結構そうだったんですけども、やっぱりやっとかないとわからないものなんですね。青リストって言ってね、青リストかな、青リスト、時制が細かいんですよ、細かい、ギリシャ語は。でじーっとこうやってる動詞と、ふっ一回だけっていう動詞と、この2つあるんですよ。でここではふっだけなんですよ。一発勝負なんです、一発。だから、まあ、さっき実は起きる時間も少し説明したんですけども、結婚の時にフッじゃないですか。だから徐々にやります。こう結婚式挙げてから、あ、この人でよかった、見心じゃなかったとかね、やばいじゃん、それやったら絶対に考えないことっていう世界でしょ。いやそれは大変ですよ、もちろんその2人が同じ部屋にいるんだから、いろんなこと違いがあって大変だけど、
な論外じゃないですか。一度決めてもうその道を歩むっていうことなんです。でこれを彼らは行ったんですね。振り返っちゃダメなんですね。振り返っちゃダメなんです。一度決めたら、でもちゃんとできない、ちゃんとできないって意味じゃないの。ちゃんとできないって意味じゃない。ちゃんとできないって、だってペテロこれからずっと一番大変だったのはイエスも知らないって3回言っちゃうんだから、これからの人生でちゃんとできないって意味じゃないんです。ふっと決めると思います。で次行きましょうか。次の2つの出来事がね、あります。で1つは雷病の人が癒されるっていうか清められるっていうのが1つで、もう1つがチューブの人がこれまた癒されるという。で病なんですが、まあ、罪の許しと清めにも関わる内容になります。12節、さてイエスがある町におられた時、見よ、全身サラートに侵された人がいた。その人はイエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにサラートが消えた。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためモーセが命じたようにあなたの清めの捧げ物をしなさいということですが、この第3番、新改訳の第3番からですね、サラートって訳されるようになりましたが、その前は雷病です。で、他の、この世界にあるいろんな翻訳でも雷病と訳されているわけなんですね。まあ、いわばハンセン氏病と、まあ、言われるわけなんですけども、レビ記の13、14章に詳しく書かれています。ただそこを見るとですね、必ずしもハンセン氏病ではないんじゃないのというような重い皮膚病であろうと思います。私もやっぱ文脈を見るとこれちょっといろんな形、これ湿疹であったり回線であったりいろいろ、そのいろんな名前はあるだろうけれども、重い皮膚病っていうふうに実は新共同訳は訳してるんですね。そして、壁に雷病がって書いてあるんですよ。第2版見ると壁に雷病できないじゃん。これだからカビだと思うんですよね。カビ、いずれにしてもここサラートっていうふうにそれで訳すようになってったんですね。これヘブライ語なんです、ヘブル語で、そのままサラートって訳すようになってます。雷病って考えてもいいし、文脈によっては違うものって考えてもいいですですね。で今見ただけでもこの壁が雷病だって言ってるわけだから、単に病に限らないっていうことが分かると思います。で旧約においてここでね、汚れのものと清いものを分けるためというふうに言っていて、イスラエルの人たちが神によって建てられた理由の一つが、目に見える形で内側にある霊的なこの目に見えない神との関係を、難しい言葉を使いますけど、表彰する、この表に象徴って書くんですよ。この、シンボルっていうか、この分かりやすく教材、視聴覚の教材のように、この神と私たちの関係が目に見える形でどうなってるのかっていうのをこの見せるために神様です。まあ象徴的って言っても儀式的って言ってもいいかもしれませんけども、そういう意味合いなんだ。必ずしもその人が罪人だとかそういう話じゃないんですよ。それは特に道徳的に汚れてるそういう話じゃないんですよ。それ自体がその罪ってどういうものかをこう示す、汚れってどういうものかを示す、そういう象徴的なもの。だからこのレビ記には、この例えば、食物規定があるんですね。これを食べてはいけない、これ食べたら汚れる、あと女性の、この月の触り、月経ですね。あとは、お母さんが、赤ちゃんを産んだ時に出てくる出血でありますね。でその時は不浄の期間というのが書いてあります。つまりこれは内側から出てくるこのものですね。罪も同じように内側から出てくるよっていうことを、これを表しているということで雷病があるんです。でね、ぜひもし興味があったら、レビ記の13章と14章をロゴスミニストリーのところに行って聞いて行かれると思います。で、雷病というの特徴ね、まだ重い皮膚病もそうなんですけども、特徴は
難しい漢字を書くと潜航すると。潜航というのは、潜るですね、潜水艦の潜ですね。で、航というのは進行するということです。で、一度パッと出てくると、でパッと症状が出てくるんだけど、それが症状がなくなって大丈夫なように見える期間があるわけなんですよ。でその大丈夫なように見える期間っていうのが一番やばくて進行してるんですね、うん、で次に出た時は手遅れみたいな、うん、というのが罪をよく表してるんですよ。その私たちが気づいた、これは罪だなって思ったものが、あ、大丈夫だねと思ったら、それをやり続けているうちに自分がどんどん腐っていき、気づいた時にはもう取り返しもつかないということをよく表している。だから祭司がちょうどな皮膚科の先生みたいな感じでね、この見てですね、チェックして、あ、この人はもしかしたらそうかもしれないと思ったら隔離するんですよ。隔離、今貿易ってあるでしょ、ね、貿易、あれは聖書から来てるのかな、確か昔はね、なんかそこまで隔離っていうことって、それが分からなかったからどんどん感染してたけれども、隔離っていうのがね、これ聖書に書いてあるんですよ。そして7日間待ちます。で7日間待ってもう1回症状を見るんです。そしてそれがなくなってきているような感じだったら、これは違うものだなと。でもやっぱりそれが同じだったり、もっとひどくなっているのであれば、あ、これは雷病であると、サラートであると、こう判読するわけですね。そうするとその人はね、汚れているっていうふうに、もうなんかこの認定されてしまうんですね。でその人は人が近づいたら汚れている、汚れているって叫ばなきゃいけないんですね。だから触れてはいけないんです。だから彼らの生活って悲惨なんですよ。あれですね、街中に住めないんです。だから、第2列王記のほか4人の雷病人が外でね、ゴミ出てくるもので食べて、でそれさえもなくなってったって、その包囲されてるからお金、食べ物もなくなって、でそのストーリーがありますけれども、まあ、そういう、まあ、状況だったんですね。彼がその状況だからこそ、今ここ、これから読む、今読んだ、読みましたよね、話っていうのはすごい話なんですよ。イエス様触れたんですから。で興味深いことに、レビ記の13章の13節にこう書いてるんですね。祭司がそれを調べる、もしそのサラートがその人の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。全てが白く変わったので彼は清いって言ってる。何それ、全身汚れてるじゃなくて清いんですかと。だからさっきから言ってるように、これ象徴的な意味合いなんですよ。象徴的な意味合いで、まだらじゃなくて一色になっているということで、混じり気がもうないと、あるいは霊的に全身が汚れているということが分かったならば、もうその時こそが神の恵みによらなきゃよって、この人はこの清められる一歩手前だっていうことなんです。全身だと、中途半端だとね、まだ私は治るとかね、いや私はまだ汚れてないとかって、そういう時こそ汚れていて、で本当に全身だったらもう言い訳が聞かない、その時には、清いと宣言されると。でですね、ここ全身なんですよ、タラートが犯されてるんですよ。だからまあそのままでも清いとは宣言されるんですけども、イエス様は実際に清くしてくださったんです。でですね、信仰告白はすごい。主よ、まず主よと言ってます。お心一つで私を清くすることがおできになります。もう自分の主としてこの人はみなしていたんですね。単に病気を治してくれる便利なお医者さんじゃなくて、私の人生の主です、そのように言って、そしてお心一つで私を記憶することができる。このお心一つのがすごいですね。本当にこの方は癒すことができるっていうのはもう疑いもない事実。何度も何度もたくさんの人癒されてますから、それは全く疑ってはいない。でも
お心一つでっていうのは神の主権を受け入れてるんです。もしそうでないとお考えでなければそうしなくていいですと、そうであるとお考えであれば記憶することができると、このようにして、あの神の主権、この方の依存によって全て決まりますっていうことをね、この方のお考えによって全て決まりますということをはっきりと言っているんですね。でここがこの人間っていうのはですね、非常に弱い、あのもう神だったら癒すのが当たり前だと思ってるんです。だから何か悲劇的なことが起こると、なんで神様はこのことを許したんですかとこうなるんですね。あたかも全部やら義務があるかのように話すんですよ。これね、はっきり言わせていただきます。自分が神様で相手がマスコットっていうか、あのしもべになってるんですよ。神と呼んでるけどもしもべにさせてるんですよ。で自分が神様っぽくさせてるんですよ。そうではなくて、お心一つでだったらこういうふうに全てすることができますと。でですね、この人はすぐに清められました。すぐに、徐々にじゃないです。もうこれまさに神がなされていることです。そしてイエス様はこれだけのすごいことをした直後に祭司に見せなさい、誰にも話さないで祭司に見せなさい。でこれがエレビ記の14章に出ている儀式で、すんごい細かい儀式があるんですね。この人がそのイスラエルの共同体に戻ってくることができるための儀式があって、その儀式がねすっごいイエス様をよく表してるんですね。この器の中にね、湧き水を入れて、そして火色のより糸とですね、そしてこの杉の木とですね、こう入れて、そして鳥を2羽用意してですね、1羽をほぐって血を流す、ここに流す、そしてその鳥を水の中に入れるんですよ、その水。そしてもう一方の鳥は、このそういう生きたものなんです。これを離すんですよ、自ら。なんかすごくないですか。イエス様が血を流してくださって、ね、死んでくださった、この火色の糸ですね、で血を流してくださった、そして木ですよ、木につけられたんですよ。そしてもう一度はこの水の中から出てくるんです、よみがえったんです。全部表してる、びっくりですよ。新約聖書後知恵があるからね、新約聖書があるから、おおすごいって思うわけ で他にも今度は右の耳たぶと、右の親指とこの足の、親指のところに血をつけなさい、これ生贄の血をつけなさいって、これは祭司の人がこの神様の前で聖女で奉仕をするために、その清めのためにこれやるんですよ。これが雷病人にやるっていうのは、つまり雷病人は今まで排除されてた人なのに一気に神様の真ん中のところに来る恵みを話してるんです。これもうなんかちょっとあの書いてから聞いてください。13章14章でイエス様は誰にも話すなって言ったんですね。これがなんかスーパーマジックみたいな感じでね、うわーすげえ癒されて、うわーとかってやるんじゃなくて、今まで立法の中にあったものなんだけど、神の介入なしにはこれは成り立たなかったものなんですよ。14章には清められた場合はって書いてあって、どうやったら清められるかなんて一つも書いてないんです。だから神の介入があって初めてこの立法が本当にそのなんか生きてくるんで、あのだから今までそんなことが起こっていなかったから、でもそれが起こった時は神の介入の時だって分かるんですよ。分かるものには分かるんです。祭司は分かるんですよ。で、ヨハネの一章の17節で、立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。立法を与えられてたんだけど、恵みと誠はキリストによって実現したって言ってるんですね。でこれでイエス様の目的は、私はあなたたちが待っていた救い主キリストなんですよということを示したんです。
で、私たちもですね、これとっても必要です。何かというと、本当にキリストが生きておられるということを証しする必要があるんです。ただベラ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 話してね、キリスト教はこうなんです、あなたたち信じなさいこうやってよし、やだよってでも本当にイエス様が自分のためにしてくださって、仕えてくださったようにこれしてくださったことをこう示していくことによって、もしな、じゃあこの人クリスチャンだけど、おや、本当になんかこのイエスって生きてるかもしれないなって、そして本人からあ、じゃあ信じるっていうか、その何かあるかもしれないって言って求めていこうとか考えるわけじゃないですか。なんですね。で、この男はちゃんと言うこと聞かなかったんですよ。15節。しかしイエスの噂はますます広まり、大勢の群衆が話を聞くために、また病気を癒してもらうために集まってきた。だからイエスご自身は寂しいところに退きに乗っておられた。結構こういうのね、多いんですね、福音書にね。大勢の人がこう祭り上げるというか、持ち上げるというか、目的がどんどん変わっていっちゃうような危機があるわけですよ。なんだこれ、スーパーヒーラー、ヒーラーっていうのは癒しをする、なんかすげえなとかね。あとはなんかこの彼らの中にね、メシア願望があるからね、あのこのなんていうのかな、その彼らのメシア感、政治的なものであるとか、でそういうのもぐちゃぐちゃになりながら、どんどん人気が博していくわけですよ。でこれは危険なんです。だからイエス様は寂しいとこ行ったんです。で寂しいとこに行くってすごく大事ですね。一人になるってすごく大事です。そこで神と当然祈ってるわけです。祈っておられたって書いてます。ルカによる福音書は祈ってたっていうのが多いんですよ。イエス様が祈ってたって祈ったんですね、父なるか。そしていつも祈ってこうバランスをとって生きるようにイエス様はできた。ここではこうすべきだ、ここではああすべきだって、公式化できないですよね。ある時には喋りなさいって言って、ある時には絶対ダメだって言ってるんですよ。どっちかにしてくださいよ、イエス様ってならないこれ、それね、公式じゃないんだよね。こう神との交わりにおいて決めていくことなんです。で、焦点は神を明かしすること。イエス様の場合、そして私たちはイエス様を明かししていくこと、この方が主であるということをね、お知らせしていくことなんですね。そして17節、ある日のことをイエスが教えておられると、パリサイ人たちと立法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていた。イエスは主の道からによって病気を治しておられたということで、パリサイ派と呼ばれるユダヤ教の一派ですね。で、当時は民衆の中では彼らこそがこのユダヤ教を体現しているというふうに認められていた人たちで、立法学者はこの立法を学んでいる人たちです。このエズラの時からの伝統ですね。で、ガリラヤ地方だけじゃないんですよ。イエス様はガリラヤ地方にいらっしゃるんですけど、ガリラヤだけじゃなくてユダヤ、ずっと南ですね。エルサレム、ここが重要です。エルサレムから来ているということは、もうこれ明らかにこの人たちは何しに来ているかがはっきりしているんです。何してるか分かりません。あ、この人は、このイエスは本当に素晴らしいから、私もイエス様を主としたいから、だから来たんじゃないんですよ。何でか分かりません。だけど、調べに来たんですよ。調べに。神から来ているのか、勝手にこの人やってるのかです。チェックしに来たんですよ。いやだよ、チェックされるのって。自分もあるからね。この人は異端の教えをしてるんじゃないかって、ね、こう突き回ってる人いたんですよね、以前アメリカで聖書教えてって言われて、頼まれて教えた時にですね、ここでもいる、あそこでもいる、まあいいんですけど、それちょっとあれですけど、チェックしに来たんですよ。でね、
さっきの話の続きで書いてあるのがちょっとミソで、うわーって人気が出るでしょ。だからこいつは一体何なんだって言ってチェックするんですよ。でイエス様はなるべくそういうことを避けたかったんです。人気があるってね、結構良くないことですよね。本質が見えなくなりますよね。名前だけのバリューでそれを一人歩きしちゃうじゃないですか。だから今度逆にアンチってその反発もしなくていいのにしてくるじゃないですか。それが起こってしまって、ここでいるわけなんですね。でもイエス様は身力によって病気を治していました。神の身力によって。すると見よ、男たちが厨房を患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って瓦を剥がし、そこから彼の、寝床を人々の真ん中、イエスの前に吊り下ろしたということなんですが、すごいですね。チューブっていうのは体が麻痺してしまうので自分で動くことはもうできません。でそのような状況の時に、この彼の知り合いですね、また友人が、この病人を治すというですね、この噂を聞きつけてですね、行動力がすごい。行動力がこの病の人がイエス様のところに来る時にね、すごいのは掟破りをすることなんです、ね、あの長丁を患う女もそうでしょ。本当は人に触れてはいけないんですよ。だけどももう押し合いへし合いしてるところに中に入ってったんですよね。でここも人の家を壊しちゃったんだよね。なんか日本でさ、これ起こったら大大貧粛でなんか訴訟起こされるよね。でもここに信仰なら、次にイエス様その信彼らの信仰を見たって言ってるんですよ。信仰が現れてます。ところで当時の屋根は平らなんです。ていうか今も実はエルサレムに行くと、イスラエルに行くとですね、平らな屋根が多いです。でそこでいろんなことをこうやるんですよね、あの活動するんですけれども、でしかもコンクリートじゃ当然ないんです。この泥とか、だから砂と砂っていうかその土とか、そのいろいろあと藁とかこう混ぜてですね、こういくつかの層にして、あの実際あの当時の復元をこのイスラエルで見たんですけども、その屋根で、あと最後に下にこの針が、こう木の針があるんですね、この丸太が。なのでガンガンガンってやれば壊せるんですよ。そしてイエス様がおられるところをこうちょっとそこに焦点を当てて、こう穴を開けて、そして吊り下ろすというところまでやってですよ、この行動に彼らの信仰をイエス様が見たんです。信仰というのは、神を信じるっていうのは、この何て言うの、抽象的なことじゃないんです。抽象的なことじゃないんですよ。具体的な行いに現れます。そしてイエス様が言われた言葉で、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますって言ってるんです。こういう能動的なものなんですね。皆さんもぜひおじげづかないで、ちょっとしつこいぐらい、そうイエス様がね、こうあの例として使ってるのってすごい人出てくるでしょ。やもめが裁判官とか言ってダンダンダンとかやってみたりとか、で俺は悪い裁判官だけどしょうがねえな、裁くしかねえかみたいなね、そうやってこう粘り強いとかしつこいとかですね。でここで彼らはそれを行って信仰がありました。で信仰を見て20節、友よ、あなたの罪は許されたと言われた。あれ、ちょっと待って、中文直してほしいんだけど、罪許された、罪許されてる、それもいいんだけど、直してよ、チューブ。ここがこの5章全体のテーマになっています。
さっきどうですかペテロ、私は罪深いものですと言いました。そして雷病にもこれは象徴的にはこれは罪汚れを表しているんです。今もここです。病とが治るのと罪が許されるのとどっちを優先するかしたら、イエス様は罪を癒す方、罪を癒すっていうかその許す方ですね、解き放つ方を優先されます。でここ励まされるんですね。なぜかというとクリスチャンになった人で病のとこ病床でクリスチャンになる人本当に多いんですね。またその病を通してイエス様を信じ罪が許されたという確信が与えられる人は非常に多いなんです。偉大な人たちが多いです。日本にもたくさんいますよ。三浦綾子さんもそうだし、星野富裕さんもそうだし、アメリカもたくさんいますよ。ジョニー・エリクソンとかね、その怪我してもう本当にかあの足が全然動かない、そういうところで今も動いてないんですよ、そのジョニー・エリクソンですね。その大勢の人がいますうん、病以上に罪が許されたことの喜びを持ってるんです。その罪って言っても午前中話しましたけども、なんちゅうのかな、あのこう悪いことなんかちょこっとやっちゃったからそれを許してもらった、そういう話じゃなくて本当に自分の生き方、なんで生きてるのか、でそこでずっと縛られてる自分がいる、それがこの病を通してまたは病気をあの怪我を通して本当に自分が何もできないんだっていうことを知って、自分が何で生きてるかっていうことを考えるようになって、それで初めてイエス様に出会って解放されてるんですね。その逆もあります。あ、そうだ、そのさっきの雷病もありますよね。雷病っていうのがあの日本においてハンセン氏病の、なんですか、その、の人たちを結局ずっとあの差別用語ですね、雷病はね、今ね。だけどそれなんだけど、その人たちを世話していった人たちって知ってますか。日本にある施設、クリスチャンたちですよ。でクリスチャンたちが始めて、なんでかというとここの箇所からです。ここの箇所から、そしてこれはあのハワイのモロカイ島にもその何だっけ、何だか神父ってカトリックの神父の人がね、それを始めて、で彼自身もあのハンセン氏病にかかったっていう、あ、そうです、それハンセン氏がそれかな、モロカイの人かな、その人がちょっと忘れましたけども、でそれでですね、病を治すっていうのは本当に大きな使命ですね。あの医療技術にしてもイエス様のようなこの奇跡にしてもです、どっちもそうなんですけど、どっちかって治って全然悔い改めないと自分の生き方を変えないで死んでいく人たちもいるわけですよ。どっちが勝ってるのか、はるかに前者が勝ってるわけです。病が治されても罪の中にとどまっていれば永遠の滅びです。病が治らなくても罪が許されていれば永遠の命です。この優先順位をイエス様は守られたんですね。でところが律法学者たち、パリサイ人たちはあれこれ考え始めた。神への冒涜を口にする人は一体何者だ、神お一人の他に誰が罪を許すことができようか。でさっき言ったようにチェックしに来てるんですね、彼のは。であれこれ考え始めてしまったんです。で彼ららしいね、この考えなんですよ。罪の許しは神にしか、神からしか来ないって彼らは知ってたんです。でこれ正しいんです、本当その通りです。誰かに本当にごめんなさいとかって言って許してあげるよと言っても、その人が本当に許してもらえるのは権威がなきゃいけない。その権威というのは自分を作ってこの世界を作った、ある意味で世界の裁き主って言ったらいいから、神ご自身からの許しがなければ、あの本当に意味では許されてないんですよね。なので今ここで、この神を冒涜しているっていうふうにあれこれ考えてしまったことは正しいんです。ただ問題は、彼らの問題はだったらイエスは神から来ているんだっていうふうに考えなきゃいけないのに、
冒涜だっていうふうにすぐに決めてしまってたんです。さっきも言いましたよね、この、午前中から話した先入観だ。もうその決めてきちゃってるんですよ。どっちかっていうふうに宙ぶらりんにしてなくてね、こう白い状況でイエス様を見に来たんじゃなくて、心の中にあったんですよね、それが。でイエスは彼らがあれこれ考えてるのを見抜いて言われた。イエス様は全て心の中ご存知ですよ。あなたは心の中で何を考えているのか、あなたの罪を許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいのか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っているということをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。どうでしょう皆さん、あなたの罪を許されたというのと起きて歩けというのはどっちが優しいですか。分かってる方で黙ってる方もいらっしゃいますけども、どうですか、言うだけだよね。あなたの罪を許された、見えないものだから証明しなくていいんですよ。でも起きてやがれって言って起きなかったらペテン師でしょ。だから起きてやがれっていうのがずっと難しいんです。でももっと大事なのは罪を許すなんです。で人の子がってイエスもこれご自身のもんね、これは暗にご自身がキリストだっていうのをダニエル書7章に書いてあるんですね、人の子って。で言ってるんですけど、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知るためにと、これ難しい方をあえて選ぶんですよ。そして起きなさいって言われたんです。そしたらすると彼はすぐに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を担ぎ、神をあがめながら自分の家に帰っていった。人々は非常に驚き、神をあがめた。また恐れに満たされていった。私たちは今日驚くべきことを見たですね。神をこのあがめてます。本人もあがめてますし、そして他の人たちもあがめています。本当に神の働きだったら、誰かをね、なんか人間的な称賛って送れないんですよ。もう本当にすごいことだったら、もう神をあがめるしかできないんですね。まだ誰かのせいだって言ってみたり、誰かのおかげだって言ってる時っていうのは、まだイエス様はもう誰も文句が言えないっていうか、誰もそういうふうに言い逃れができないようにはっきりと、ね、すぐに立ち上がらせることを見せて、そしてさっき言ったこの罪は許されましたよっていうことが、実際にそれを行われたんだということをお示しになったんです。このことによって人々に、私は単に人をちょこちょこ癒していくようなミラクルヒーラーではなくて、ミラクルをやるような人ではなくて、私は人の子なんだよ、罪を許す権威を持ってるんだよ、そして彼らの方から主よと言って告白をすることができるように導いておられるんです。こう変な方に動いてたからね、もうここではっきりとさせたんです。あともちろんその立法学者やパリサイ人たちに対してもはっきりと示されたんですね。その後イエスは出て行き、主税人に座っているレビという主税人に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。するとレビは全てを捨てて立ち上がり、イエスに従ったと。またこの弟子を召し出す働きをしています。でここは彼はレビとありますけど、これは、マタイのことですね。マタイで主税所ですけれども、まあ、カペナウムにありました。イエス様はこの印を行われた後ですね、さっきのこの中部の人を癒された後にこの歩いておられたら、この主税所があって、でカペナウムに主税所がある理由というのは、前も話しましたが、ビアマリスっていうラテン語ですけどね、これ海沿いの道っていう意味ですが、エジプトからダマスコの方ですね、このエジプト文明とメソポタミア文明をつなぐ道があったんですよ。まあ日本人に分かりやすく言うとシルクロードみたいなもんですよ。もう大陸間、また文明間移動のこのを渡る、その国際貿易のための道なんです。でその道沿いにあったんです。で主税所があるから、で通行税を取るんですよ。で通行税というのはユダヤ人はもう本当に憎んでた。
まずもってロシアじゃないや、ローマに、この支配をされているということに対して、この圧迫から逃れたいというのが彼らの願いでしたから、でそれを逃れ、これを解放してくれるのがメシア、キリストであるというふうに彼らは信じてたから。でそのローマについてですよ、しかもね、徴税するときはもうローマも、もうほとんど認めている形で、あの実際の額より多く取るんですよ。例えば皆さん来るでしょ、あのなんかあの となんだ所得税と地方都市税っていうんだっけ、なんだっけ忘れちゃったけど、で会社に勤めたら、まあ、あの自分関係ないかもしれないけど法人税ね、来るじゃないですか。でその国税庁の人たちが自分の懐に入れるために、もだからこれ、こうなんか入力するときにこれ上げてるわけですよ。でローマも認めちゃってるから、訴えようにも訴えられないんだね。こいつら死ねっていう世界だよ。今すごいなんかね、汚い言葉使っちゃったけども、でも実際にこの立法学者とか彼らはもう主税人とは交わらないことと交流しないことと決めてました。そして、彼らと罪人って出てくる、罪人というのは遊女みたいなもの、この売春婦みたいな人と一緒くたにして、で彼らとは食事もしちゃいけないというふうにも言われてました。でそういう憎まれている人にイエス様は今目を留めたんです。この目を留めるという言葉が結構多く出てくるんですね、聖書にね、イエス様の言葉に。この目を留めるっていうのはほっって見るんじゃないですよ、関心を持って眺めてるんです。で主税所っていうのは情報がものすごいたくさん集まります。公認会計士の方もあれかな、もしかしたら分からないけど、いろんな知識の豊富な方多いと思うんだよね、世の中のこと。で当然イエス様が行われていることもたくさん入ってるんですよ。でイエス様はレビのことを知っていて、このマタイのことを知っていて、目を留めて、そして彼の方から立ち上がってついていくんです。でペテロとマタイの違いは、ペテロたちとマタイの違いはね、ペテロたちは後でね復活した後戻ったんです、漁して、漁戻ったんだけど、こっちはもう一度その道から出たら戻れないです。まあヤクザみたいなもんだけど、ヤクザもそう、わかんないけど戻れるかな、ヤクザに戻ったってあるかな、わかんないけど、ここは戻れない。つまりもっと大きなあれなんです。だイエス様の恵みも大きいけど、こんな憎まれ役ね、憎まれ役役では実際憎まれているもの、それに目を留めるイエス様もすごいけど、この潔く全てを捨ててイエス様に従ったマタイもすごいです。そしてそれからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが大勢ともに食事についていた。先ほど話したように主税人は主税人しか呼べません。食事をすると言ったらイエス様はラビですから、例えばもっと高名なね、このラビとか、その立法学者とかパリサイ人とか、こうそうやって食事をするもんなんですけど、ここではもうそのまあ社会から疎外されている人たちだけで集まってるんですよ。そこで盛大なもてなしをして、他の人たちも呼んでるんです。ザーカイもそうでしょ、ずっと後に出てくる、ね、食事をに招いてるんですね、イエスも。これはもうマタイが嬉しくて嬉しくて悔い改めたから、そして嬉しくて嬉しくてもうその救いのことを話したいんですよ。そしてもう自分が悔い改めたことを話したいんですよ。それを元同僚にですね、こう伝えるためにこう 集めてきてるわけなんです。一緒にご飯食べます。でね、ご飯を食べて食卓に着いたっていう時に、テーブルでね、椅子でやってるっていうふうに思わないでください。それはないです。お膳、文字通りの、ね、低いとこですね。当時はしかも正座しません、あぐらかきません、寝そびります。もっとゆったりとした形で、当時はもっと同じ釜の飯を食うじゃないけど、まあ、これから生産に預かりますけれども、
もともとそれもね、食事の場面ですよ。あの同じパンから食べて、同じスープからこう回し飲みをしたりとか、そういう形で交わりをするんですね。一つになるんです。だから次のパリサイ人の話が始まります。パリサイ人や彼らたちの彼らのうちの立法学者たちがイエスの弟子たちに向かイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするんですか。そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためですと言って、食事を何でするのかと、罪人と一つになって、悪者と一つになっているじゃないかと彼らは言って、小声で弟子に、しかもイエス様直接じゃなくて、ね、さっきは思いの中であれこれ考えたでしょ、表に出てきたんですよ。でそれでイエス様はね、答えられました。イエス様は決して間違ったことをしていません。確かに悪者と食事をする、悪者の悪に加担するですね。これは悪いことです。同じように食事はしてるんですけども、逆なんです。イエス様が悪者と一緒に食事をするときは、イエス様が悪者に影響されるのではなくて、悪者の方がイエス様に影響されるんです。彼らが悔い改め、そして救われるという、そのために私は来てるんだ、私は医者のようであると、こう言いました。だからキリスト教について、またクリスチャン互いにそうなんですけど、この教会はダメだよね、でもね、このクリスチャンダメだよね、だからクリスチャンって全員偽善者ばっかりだから僕は教会に行かないんだ、その自分にはイエス様いないっすよ。イエス様は病人を治すために来られたんです。罪人を悔い改める、だから私たちは悔い改めるに来てるんです。イエス様にあって成長するために来てるんです。不完全なんです。だからその不完全な者たちを不完全な者として、それ不完全なままでいいって言ってんじゃないですよ、悔い改めるって書いてあるから。だけど受け入れ合っていくんです。そして恵みを認めていくんです。そして忍耐し、忍耐必要だよね、そして忍耐を働かせて、そして愛を示していくんです。で仕えていくんです。そして互いに成長していくんです。また彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしています。パリサイ人の弟子たちも、同じです。ところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしていますって言ってですね、あの今同じ場面ですよ。でさっきは食事を罪人としているって話を言って、で次の問題視したのは断食してないねっていうこと、食事をしてるねっていうということなんですね。でしかもね、ヨハネの弟子って言って結構問い詰めてんですよ。ヨハネこそがイエス様を指し示してるでしょ。そのヨハネがやってることの、ヨハネは自分でこの断食っていうか、このなんか身を戒めていたけれども、弟子たちはそれを公式化してったんですよね。で同じようにパリサイ派はもともと伝統としてその断食のしきたりを守ってて、聖書にはあの年に1回食材日だけ断食をするっていうのが書いてある。他には書いてないんですね。でこれ結構起こります、キリスト教の世界の中でも。それ本人は自主的に何かをしていると、けどその弟子たちがそれを公式化するっていうか、この規則っぽくしていくんですよ。まあ、よく言われるのは、これ難しい話だから聞かなくていいです、あの分かんない方は全然、カルビン自身とカルビン主義者っていうのは、主義っていうのは違うってよく言われるんですよね、カルビン自身はこんなこと言ってないのに、予定論とかね、この、 あのカルビン主義はあのカルビンの弟子の方から始まったとか、どんどんこの弟子になればなるほど、なんか本質的じゃないところを大事にしてって、そしてそれを持って、それやってないとやってないっていうふうにね、こう批判するとか裁くっていうか、まあ、そういうことを行って、まあ、いったわけですね。でもに書かれてないんです。
で、どうですか、さっきの流れから見ると解放なんですよね。福音っていうのは解放、今まで縛られているところから解放されているのに、何か聖書に必ずしも出ていないことをですよ、だから聖書と同列っていうか、この権威を持つものとして、このこれでこうすべきだ、ああすべきだっていうふうにやっていくとどうなるかって言ったら、また縛っちゃいますよね。喜びはなくなってきます。イエスは彼らに言われた。花婿は一緒にいるのに、 花婿に付き添う、友人たちに断食させることがあなた方にできますか。しかしやがて時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食しますとですね。で、ここではイエス様が花婿で、弟子たちがこの、友人たちでありますよね。今約束のメシアがキリストが来られたんだから、今悔い改めたものが出てきて喜んでるんだから、食事をして当たり前ではないかとこう言ってるんです。けれども花婿が取り去られるっていうのは、まあ、十字架のことですね。その時には弟子たちは悲しむよと。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰でも新しい衣から布切れを引き裂いて古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば新しい衣を裂くことになり、新しい衣から取った布切れも古い衣には合いません。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば新しい、ブドウ酒は皮袋を裂き、古いブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものがいいと良いと言いますと、2つの例えを話しておられますが、1つのことを言っています。今はあんまり起こらない現象ですけど、なぜかというと布が伸縮するんですよね。こう結構するじゃないですか。これはあんまり、これはあんまりしないけども、昔のはもう決まってそうですよね。で、新しいのはまだ、でもそれでもまだするんですよね。でも新しいのはこのやるから、だから古いのでやっちゃうともう、もう伸びをしないから、だからダメにしちゃうんですよね、服を。で今度古い皮袋っていうのは固くなってるんです。で新しい方は伸縮します。で新しいブドウ酒っていうのは気化します。こうたくさん気体化っていうところ、だから伸びるものじゃなきゃいけないのに、古いのを使ったら破裂しちゃうんです。なので新しいものには新しいものだと、古いものには古いものでいいんだとって言って、彼らがですね、この パリサイ派の人たちが古いもの、今までのものに固執していた。だからこれ不思議なんですけど、古い方がいいよねってこういうわけです。あ、でも結構なんかブドウの世界、ブドウ酒の世界で、ワインの世界だとね、古いのはいいのよってあるかもしれない。実際霊的にもそうなんですね。古い方がいいって言っちゃうんですよ。でこれに気をつけないといけない。この福音を見て、神の国の福音を見たら、驚いたって言葉がたくさんあったでしょ。驚いた。ペテロももう本当にひれ伏した。そして雷病では、今までは雷病から離れるっていうことを今度逆に触ったんです。皆さん、自分の汚れに触ってほしいですよね。イエス様がそのままで行くんですよ。そして触られるんですよ。そして他にもそうでしょ、この、チューブの人ですね。全部このあだたにされてるんですよ。全部が解放されてるんですよ。けれどもさっきのパリサイ人みたいに古い考えっていうか、この前からあるものの先入観ですね。でこういうものに固執をしているのであれば、ダメにしていっちゃうんです。でこれは教会にとっての危機でもあるし、クリスチャンにとっての危機でもあるし、人類にとっての危機かもしれない。神は新しいことをされようとしています。いつもしようとしています。驚くことをされようとしています。新しくしようとしています。そして私たちが絶えず悔い改めるものとしてですね、神の前に出て、そして思いを変えていく必要があるんです。でないと台無しにしちゃいます。全て台無しにしちゃいます。どっちもダメにしちゃうんです。新しいものには新しいもの、古いものには古いものなんです。決して古いものが良いっていうふうにならないようにしてください。これから聖餐に預かります。